はい、鈴木森親です。今日はですね、新潟東港に来ております。私にとっては2019年初めての第1回目の釣りとなります。まあ初日ということもあってだいぶ渋かったんですけども、これ見てください。これが釣れたフグです。可愛いでしょう。ので皆さんには水中映像の方をご覧いただきます。さて3月の新潟の海の中はどんな風になっているのでしょうか。早速顔を出してくれたのはフグですね。結構たくさん寄ってきました。可愛らしい表情をしてますね。この水中に浮いているピンク色をしたものはコマセエビです。私が上から巻いています。それに随分集まってきていますね。この後一瞬ですがアジが来ます。この青い魚はメジナです。だんだん近寄ってきましたね。あと水中カメラの下にコマセカゴがついてるんで、それに群なってきています。こう何度もカツンカツンっていう音はカメラにフグがぶつかってきている音です。メジナの泳ぐ姿も見れていいですね。次はスズメダイが顔を出してくれます。海の中はこんなに幻想的な世界が広がっています。3月初旬の新潟東港の海いかがだったでしょうか。皆さんの釣りの参考になればと思います。あと今回ですね、嬉しいことに YouTube でお世話になっております
小柳さんとお会いすることができました。前日にね、新潟東港で釣りをするということを伝えたところ、差し入れを持って来ていただきまして、本当にありがとうございます。素敵な時間を過ごすことができました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。じゃあまた、ありがとうございました。はい、また後ほど。